事件、殺人未遂などの容疑で工藤会幹部ら逮捕。6年前、福岡県北九州市で大手ゼネコンの現場事務所が銃撃された事件で、警察が特定危険指定暴力団工藤会の幹部ら数人を殺人未遂などの疑いで逮捕したことが、捜査関係者への取材で分かりました。この事件は2011年2月、北九州小倉北区にあった大手ゼネコン清水建設の現場事務所が銃撃され、机に当たって跳ね返った銃弾で、男性社員が軽傷を負ったものです。工藤会内部の証言などから、幹部の瓜田太容疑者、54、だが事件に関与した疑いが強まったとして、警察が8日、家電容疑者を含む数人を殺人未遂などの疑いで逮捕したことが、捜査関係者への取材で分かりました。家電容疑者は、同じ年に起きた建設会社役員の射殺事件でも逮捕起訴されていて、警察は、工藤会が暴力団排除を進める業界の動きに反発し、組織的に犯行に及んだとみて捜査を進めています。